メステクカメラです。前回ですね、シムコの 24mmF2.8 というこのレンズですけど、ちょっとマイナーなこのレンズを某オークションで落札しまして、これがマウント不明っていうことだったんですけれども、まあ予想通りこれ OM マウントだったんですね。そういう動画をアップしたんですよ。でもマウントが判明しただけで全然写真撮ってなかったので、でまあほったらかしにするのもなんなので、ちょっと撮ってみようという、まあ、そういう動画なんですが、今回はこれがどういうレンズかと言いますとですね、MC シムコ MT シリーズ 24mmF2.8 というレンズですね。レンズ構成は7分8枚、最短撮影距離は30センチ。これはシーマっていうメーカーのレンズでして、シーマっていうのはもともと島光学というメーカーでした。そこが1980年代前半ですかね、その頃に製造販売したレンズですね。で、島光学っていうのは東京光学機械、いわゆる今のトプコンですね、トプコンのカメラとかレンズ、これの製造の下請けをやってたメーカーなんですよね。トプコンっていうと、あの世界で初めて TTL 速攻のカメラ、あの RE スーパーってやつですね、あれを作ったメーカーですが、まあ、レンズもね、まあ、評価高かったですよね。そのレンズを作っていたのがどうもこの島光学なんですよね。で、そのトプコンが1981年だったから、もうあの民生用のカメラ事業を畳んで撤退したんですよね。トプコンがカメラ事業を畳んで以後、自社ブランドでレンズを出し始めて、でそれがこのシムコっていうブランドなんですよね。で、このレンズですね、あの商品の説明にもカビが生えているとあったんですが、これね、よく見ますとカビだけじゃなくってね、ちょっと曇ってるんですよね。これはね、写りに影響あるレベルだと思います。で、さっきこの α7-2 につけてちょっとファインダーを覗いてみたんですけれども、どうもね、かなりのオーバーインフになってるんですよね。この OM マウントのレンズを E マウントに変換するアダプターというのは持ってなくって、これはあの OM マイクロフォーサーズのアダプターなんですよね。で、それにマイクロフォーサーズをネックス、つまり E マウントに変換するアダプターを二重につけてですね、こんな風に、こんな感じに、で、これにこのシムコをですねつけて、で α7-2 につけるというこのやり方で撮ったんですけれども、覗くとですね、かなりオーバーインフですね。オーバーインフなのはこんな風にアダプターを2枚重ねにしているせいなのかなとも思ってたんですけれども、どうやらそうではなくてですね、あのマイクロフォーサーズ機につけて撮ってみても、やはりかなりオーバーインフだったんですよ。これあのルミックスの GF3 っていうだいぶ昔のマイクロフォーサーズ機ですけれども、これにつけてみて、こんな風に見ても、やっぱりだいぶオーバーインフなんですよね。ということは、おそらくこの OM マイクロフォーサーズのアダプター、これがかなりオーバーインフの設定なんだと思うんですね。だいたいマウントアダプターっていうのはどのメーカーの製品もまあわずかにオーバーインフに作ってあるんですよね。無限に届かないよりは、まあ、無限を超えちゃってる方がまだ救いようがありますからね。で、しかしですね、かなりオーバーインフっていうことになると最短撮影距離に影響出ますよね。寄れないレンズになっちゃうでしょ。これは問題で、このレンズもあの30センチのはずなんですよ、最短撮影距離が。これかなり奥の方でないとピントが合わない感じですね。つまり最短撮影距離が長くなっちゃってる、このアダプターつけた時はね。今までですね、このアダプターでは 50mm のレンズしか使ったことなかったんですよ。で、まあその時もまあ確かにオーバーインフだったんです、だったんですけれども、まあ 50mm だと許容範囲だなと思って使ってたんですよね、その頃は。でもこれ 24mm って広角ですから、広角レンズだとちょっとのズレでもかなり影響してくるわけですよね。どのくらいズレているのか、ちょっと先ほどねテストしてみたんですよ。
そうしましたらですね、これ本来なら最短撮影距離で30センチまで寄れるはずなんですよね。でそれがテストしましたら37センチまでしか寄れませんでした。7センチの違いはかなり大きいですよね。というわけで、このアダプターのフランジバックの調整をちょっとやってみたいと思います。これはK&F コンセプトのやつですけれども、マウント面にネジが4つあるんですけど、これを外すとこの金具が取れるんですよね。これを外してこの中にシムを挟んで、これをかさ上げすっていうかね、厚みを増すことによってフランジバックを伸ばすことができるんですよね。でもね、結構7センチですからね、結構厚みのあるシムを入れないと無限がぴったり合うところまではいかないんじゃないかな。まあ、ちょっとやってみましょうか。これでどのくらいズレが小さくなったのか、ちょっとテストしてみたいと思います。ついでにですね、まあ、いつもの被写体も撮ってみて、でさらにですね、このシムコだけでは面白くないので、同じ焦点距離のシグマの 24mmF2.8、 これはマクロなんですけどね、このレンズとちょっと取り比べでもしたいと思いますね。こちらは結構寄れるレンズなんです。18センチまで寄れるレンズで、こちらが どのくらいまで寄れるようになったかですね、アダプターの改造で。この後ちょっとそれをご覧ください。
まあ、ちょっと撮ってきましたけれど もう連日のね猛暑日でしょ。暑くてね、まあ、結局ほとんど室内で撮りましたので、ちょっと作例の数が少ない気もしますが、ご勘弁ください。で、この調整したマウントアダプターなんですけれども、37センチだったんですよね。調整する前は最短撮影距離が、それが32センチまで縮まりましたね。あと2センチもうちょっとなんとかならないかと思うかもしれませんが、これをなんか無理に調整しすぎると、他のレンズでこれを使った時に逆に無限に届かないとかね、そういうことが生じるかもしれませんので、まあこのぐらいで収めておいた方がいいような気がしますね。ただね、これ厳密にテストすると、ひょっとしたらちょっと肩ボケになってるかもしれませんね。ということは、このマウント面が完全に平行になっていない、どこかのネジをちょっと締めすぎてるか、もっと締めなければならないかですよね。この辺の調整をもうちょっと詰めていかなければならない感じはあります。で、このシムコの 24mm ですが、やはりね、ちょっとね、レンズの状態が良くないですね。明らかにね、シグマと比べてもちょっと抜けが悪いですし、まあこの個体が悪いんだと思いますが、あまりいいとこありませんでしたね。これはちょっと調整し直しですよね。やっぱりね、シムにプリペイドカードを使うっていうのは良くなかったかな。